新しいフライパンを買いました。今日はリベンジドオムライス。前にね、動画でドレスドオムライスを作ったんですけど、ちょっとフライパンが大きすぎてちゃんとできなかった。それが理由だと私は信じているので、今日は新しいこのフライパンを使ってリベンジしたいと思います。すでにケチャップライスを作りまして、卵、牛乳、溶き片栗粉は用意しました。溶き卵から作っていこうと思います。いい感じです。使い切り。いきます。いいよ。なんか全然くっつくんですけど、このフライパン。でも回らない。全然回んないよ。形だけドレスっぽくしとこうか。どう？ドレスっぽい？へえ。でも滑るから綺麗には乗るかも。てれー、え、綺麗じゃん。めっちゃ出ちゃった。リベンジ。